はいどうも、マッピー会長です。マージカルマイトはパート4始めていきます。前回は確かあれですね、越境の使者を倒して終わりましたね。で、今回始める前にちょっとこの境界人たちにね、ちょっと話しかけてみようかと思います。そうだよね、越境の使者、はい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 。コンフィグバーさん、あーこういう感じか、システムこそ、まあでもいいや、これはいいや。ハポ美人、移動方向は8方向に動く。ああ、だから斜め移動もできるってこと。ちょっとこれやってみようか。うわ、ほんとだ、ほんとだ。ちょ、見た。え、あ、ほら。いや、でもこれちょっといいかな。てか、たまにメニュー出るんだけど、ごめんなさいね。4方向だよね。うん。はい。ダッシュ小僧。いつでもダッシュがシフト。シフトでダッシュでいいかな。うん。おじゃす。おせっかい女子高生。来てるせいね。戦闘ボイスありでしょう。おお、やっぱかっこいいよね。戦闘ボイスはないと。なんかね、前回の越境の使者で、前回出てきた越境の使者さんが、なんか会ったことあるみたいな、俺と会ったことある、また会ったねみたいな言ってたんだけど、確かね。そんなこと全然ないんだけど。こういうグラフィック？こういうグラフィックがある。これ怪しいな。あるかもしれないな、何か。ん？おう、そうだね。あ、これはなんか前話聞いたか。はい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 。まあ、いいや、始めていきましょう。とりあえずね、マイパート始まるたびに行くのが狭間家。何かしらあるかもしれない。さあ玄関に入り、おっと、あ、やっぱり進展がありますね。うんこよ、なんだよ、お互い様だろう。ラスター変わりはないか。警察の人がよくうちに来る。おまわりさんどうして？話は2階でしてるみたいだからよくわからないけども、この助、もしかしたらお前のことかもしれない。何か事件に巻き込まれたんじゃないのか。全く身に覚えがない。リビング、あ、おばあちゃん、そうだね、退院 したよね。はいはいはい。今の段階では筆談はできない。ゴーストタッチを強化できればいいのだが。それだよね、本当に強化したい、このスキルをね、力を。あ、これは前見たね。うん、オッケーオッケーオッケー。女神様ならって言ってるけど、女神様がいないんだよね。ちょっとさ、あのね、ちょっとね、夜に活動してみようよ。夜を待って現世、夜の公演とかどう？おお、何？踊り込み中。これ境界人だよね。ほい。ダッシュ小僧とハボビ、さっきあったやつか。おっと、こんにちは。あれ、あれ、あれ、あ、これは、これは、あれか、あ、人間か。なるほどね。こういう出て、じゃあ夜の高校行ってみましょう。一回、夜の高校怖いぜ。と思ったら、めっちゃパーリー内だったぜ。ごつい境界人、夜を楽しもうぜ。危ない境界人。なんで高校に来てんだ。境界犬、うん。あ、さらに、おお、なんかね、調査兵団の装備みたいなのが手に入ったんだけど。あ、これか。獣の聖護。めっちゃ強い防御力と、臨床性が上がる。これは、装備させましょう。じゃん。金髪。球技大会。夜の球技大会ってなんか、リプールはどうですか。まあ、閉鎖されてるけど、境界人が遊んでいる。こんなパーリーないしてるとはね。でも、夜は嫌になっちゃう。静かなのが好き。うるさいおっさんが嫌い。なんだか騒がしい。ちょっと一瞬フリーでしたけども。はいはい、ワンダラ境界人。四天王系境界人。行きましたか？魔法少女っぽい境界人。めっちゃいるんだけど。でも、おっさん。おっさん境界人、あそこにね、あの女子トイレあるから、ちょっと入っていたらどうですかね。っていうところ見てみたいんですけども。はい、でも、没頭する境界人。めっちゃ話しかけてるね。陰気。落ち着いた。見下す。幼い。怪しい。全然怪しくなかった。夜の高校は何もないのかな。古風侍。お、俺のクラスでしょうね。はい、力士。ふわ、太いな、確かに太い。あー、間違えた。はい、仮面の境界人。佐藤さん、夜は聖者がいないから静か。いや、でも聖者はいないけど死者はいるからね。じゃあ屋上行ってみましょう。ここでしょ。さあ屋上に上がって、おっと、どうも、いかつい、いかつい。
まだこれはダメだね。強化しないといけないからね。それのヒントを得たいんだけども。てか、教会老人ってなんすか？あ、そうか。老人のまま死んだのか。そうかそうか。そうかそうか。死者が年取るのかと思った。そうかそうか。老衰か何かなくなったのかな。夜の商店街行きましょう。商店街とかどうですか？おぉ。放火魔。越境のとか言われてる。あ、次のボスの話かな。露天商マジカルマ。マジカルマ店主。少年の腐った野郎で、商売が上がったり。越境の者だか、列強の者だか知らねえが、やつら好き勝手しちゃって。野郎ってことは男、しょっちゅうここに来る、飽きるほど見ている。やつの特徴は、赤髪で女みてえな、長髪。はいはいはい、隠れてねえ方には傷跡がある。サンキュー。これ店ってことは何か、あ、ゾウさん怒ってる。あ、そうか、ゾウさんに因縁があるからね。そうかそうか。いいものがめっちゃあるじゃない。獅子粉塵いいじゃないですね。これ怪盗乱馬。はい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 、いいもの確かにめっちゃあるけど、とりあえず主人公強化。買ったね。オッケー。装備しないと意味がないからね。で、高校公園病院行ってみようか。進展があるかもしれないと思ったけど、そうでもなさそうですね。では獅子粉塵を装備。じゃあ一回狭間の世界戻って、夕方にして、夕方の高校でなんかイベント見てみましょうか。夕方の現世。あ、夜の山とかはないのか。あー、そうかそうか、ないか。じゃあ夕方の高校で、あれだよ、保健室どうでしょう。あ、いない。へえ、そんなことある。ではでは、夕方の体育館はどうでしょう。あ、ここにいるのか。じゃあ行きましょう。お疲れ様。今日は行くところがある。あ、岬。後輩くん、これ以上は男子禁制。実習練に戻るよ。うん、まなみのことだよね、これ。まなみですよね、多分読み方。あいみ、まなみ、わからん。俺だったらまなみにする。俺だったらまなみにする。マナミで合ってんのか。オッケーオッケー。よーし。では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 。屋上とか上がるか。それか、これ図書室入っても意味がないと思うんだよね。結局、まだ、このゾウさんのレベルが上がってないから。これはあれだよね。狭間くんだよね。バンドメンバー、確か。で、外に出て、ちょっと待てよ、どうしようかな。病院は普通の雰囲気ですね。何もなさそうだ。だったら、商店街の、ちょっと酒、おっと？お、これは進展してるね。うん。若いのになかなかやる。焼き方が、類似性がある。ドイツの犯行、これ、ドイツ犯の可能性ありますね。焼死体としてですが。ちょっと一回切るね。はい。一体誰が？サジを泣けるわけにはいかない。あ、教会人となって放火殺人を始めた。なるほどね。どうしてそんなことをするのかわからないけど。オッケーオッケー、ちょっと話進展したね。放火魔再来。そうかそうか。では、公園とかどうですかね。こんにちは。これ人間？人間。何もない。間違えた。じゃあ、山なんかないか。山でも前回、これだな。いや、これは多分違うと思う。だよね。これ違うと思う。で、中身は入ってないね、これね。この間、回収しましたからね。山もない。山も特にない。なんとかね、ストーリーを進展させたいんですけども。ハイスクール行ったよね。岬なんかないっすかね。
そうだ、やっぱ移動してる。回帰砲。誰もいないから思いっきりはしゃげるって学びって。なんだかもう懐かしいや。時が経つのは早い。そんだけか。特に何もない。これは多分違う。てか女神様がいないんですよね。なんでいないんだろう。とりあえずセーブポイントあるから一旦セーブしておく。よいしょ。ここなんかないっすか。え、蔵之介の深淵に入る。いや、は、え、でもこれ EV ちゃうちゃうちゃう。え、どっちどっち。これは本当に関係ある話か。関係あるかな。まあ、関係なかったらカットしますね。はい。あ、関係なかった。そうか。ではー、夕方なんもないかな。まずいぞ、詰まってるぞ。ちょっと高校の図書室とかさっき行かなかったけど、どうでしょうか。誰も死んでなさそうだよね。あれ、てか、あ、いないじゃん。いないぞ、兄貴がいない。どうしようかな。じゃあ今使えるものをちょっとね、把握しよう。アニマルトークと、が使、アニマルトークが使えるんだよ。アニマルトークが使える。どうしようかな。これさ、公園さ、まだか。ハト探してくれてるはずなんだけどな。どうしようか。病院のおばあちゃんの部屋行ってみよう。なんかあるかもしれない。おばあちゃんの部屋は402号室ですね。402号室はここだ。あれ、え、おばあちゃんいなくない。どうしたの。あ、そうか、退院したんだよ。そうだよ、何言ってんだ。あー、まずいよ。あ、屋上5階、なんかある。501、何もないかな。おっと、アイテム、新規一定の教え、これは持ってますね。こちらの病棟に行く必要はない。あ、一回行こうぜ。お、放送タッチで一回行ける。やったぜ。どうしよう。こっちにも関係ない。ちょっと詰まってるんで、進展があるまでカットします。何もないかな。ここさっき調べてみたけど。てか、これ誰。ああ、こいつじゃねえの。はい、さっき、あれ見逃してたのかな。誰これ。赤髪の挑発。こいつが放火魔だ。絶対そうだ。放火殺人を続ける教授になってまで。やっと進んだぜ。10分ぐらい探したよ。10分ぐらい探したよ、もう。チャチな質問しやがる。単純にして、純粋な衝動。燃えるものは美しい。崩れるのは心地いい。壊れるのは、気持ちいい。気持ちいい。こいつ、おかしい。気持ちいいってなんだっけ、陰夢だっけ、忘れたけど。アートってのは、輝きを失う。満たされたくなった時、奴が俺に入ってきたのは、こっちへ来いってな。やつって言うと、あ、さっきの越境の使者の話かな、もしかして。早くなんとかじゃないとか。ダメだこいつ。絶頂的に痺れたぜ。一枚そうだったぜ。だから言ったぜ、カッカッカ。そしたらまさか、こんな自由な世界が待ってるなんてな。最高だと思わねえか。おじいちゃん。さ、おじいちゃん。今日おじいちゃん集会だぞ。まともな対話は望めそうにない。だから一言だけ言わせてもらう。死んでも許さん。よっしゃー、倒すぞこの野郎。こいつは倒すぞ。うわ、何このグラフィック、やばいんだけど。遊戯王にいそう。よし。あ、だってこの蔵之介さんが先頭に立ってるもん。よっしゃー、燃えてきた、行くぞ。ではでは、蔵之介さんにね、力を与えましょう。中くらいの攻撃をしてください。あなた、さくらへ混乱状態になるのかな。なってくれました、ありがとうございます。力の意志を高め、
攻撃いいですよ。で力の石は自分にも、かけておいて、まあ、攻撃でいいかな。ほい、ほら猶予ってのを招待する。あーまずい。うわーめっちゃいかれた。人力キーが使えるね。よし、人力キー使ってからのネガストローク、いやネガストロークは後にしよう。ネガストロークはあえて後にする。人力キーで防御力を下げた後にネガストロークを食らわせる方がいいと思う。さあ食らえ人力キー。人力キーで防御力を下げて下がったところにネガストロークをお見舞い、これでいいでしょう。これでも食らいな。さあ食らえ。ほらよし眠ったぜ。うわよし、さあ攻撃をぶちかますぞ。なんかね状態異常なってるから、これあれあれでもなんかんこの状態異常じゃないの、違うのか。ほいなんか出てるよね。でもちょっと待って、やばい、これはやばい、これはまずいぞ。待て、なんかすごい攻撃来た。ちょっと追いつけ。ちょっと待って、アイテム使おうぜ。アイテムで MP を回復しましょうか。とりあえず、あスキル封印、なるほどね。だから状態異常を回復しようにも、その状態異常を回復するスキルを使えないからダメだったわけだ。これでこれ状態異常って、これデバフは直せる、直せないよねごめんなさい。ではでは、力の石を自分に使ってアイテムで MP 回復をしておこうかな。よし OK、はい、で、この攻撃してちょっと暗い。よし混乱させて、はい攻撃カカカカカカ一枚そうだ。うわー回復しやがった、いってー、まずいぞ。猶予がだいぶ減ってる。うわー落ち着け。1.2 防御力 1.5 倍か、ここがあるか。ちょっと待って、アイテム使おう。アイテムでどうしようかな。いやガードだ、ガードして力への意志を使って、で戦闘不能以外の状態状態、ガードで。よしこれで攻撃力が上がって、あスキル封印された、これはまずいぞ。あでもスキル封印されたけど、これを回復しよう。 OK 回復ですね。 OK、おい、あスキル封印された。でももうそろそろ倒せるぞ、もうそろ倒せる。メガストローク食らわせましょうか。攻撃、これでも食らいな。よし食らえ、よしよしよし、いいですよ。はいはい、で攻撃、2人ガードするか。そうだな、これでジンさんに決めてもらおう。ゾウさん主役はあんた、主役はあんただ、あんたが決めてくれ。お前だけは絶対に許さん、人力機、ほらあれ、あ倒したよね。オッケー。ダーソンなんかならないで燃え尽きてみせる。みんな騙されている、絶望しやがるからな、あんな醜い化け物になる。結局猶予なんてものを作り上げた火星アートじゃねえ。消えるついでに教えといてやる。意外なやつが越境の下だってこと。お前らも会ってた。あいつ涼しい顔してた。え、嘘。誰？え、そんなやつおった？ハーフコストを手に入れた。復讐か。やはり気持ちのいいものではない。ゾウさん悲しい。わからん。何かから解放された気がする。心のつっかえが取れたような気分だ。これもしかして、ゴーストタッチ強化フラグ。やっぱり、ゴーストタッチの力が上がった。微弱から弱いに強化された。筆談ができるようになった。やったぜ。これは鍛えればもっといろいろなことができるかもしれない。やったぜ。サブストーリー発見。
ゴーストたちの強化トレーニングができるんだった。よし、装備スロットが一つ増えた。孫を放って一抜けたつもりはないからな、おじいちゃん。しゃあ、いや最初ここ調査したのに結局あったんかいというね、進展。いやーよかったよかった。ではでは、さっきのスキルソールを確認しましょうか。ジンさんに装備しましょうかね。なんかハーフコストだったっけ、これか。ハーフコスト、消費 MP が半分になる。これいいね。このオートチャージってなんだっけ、ターン経過によって HP1 アップする。これオートチャージつけましょうか。でハーフコスト、でもジンさん MP 技使わないから、だったらよ、だったらまあ橘ちゃんにしよっかな。ハーフコストつけて、新規って教え、ジンさんも覚えとこうぜ。あ、で、ジンさん防御力上げとこう。で、はい、これでいいかな。よし。今なんかハテナマークついた。少しだけ雰囲気が、ここだけ違う。わからんな。とりあえずセーブしよう。もうちょっと時間あるからね。もうちょっとやりたいね。もうちょっとだけやろう。ほんのちょっと。もうちょっとだけ。さっきの強化トレーニングを、あ、強化トレーニングやってもらおうか。さっき言ってたそのお酒のね、この、藤代でいいよね、これ。さっき、この間からずっとね、気になってたんだけど。さあ、ゴーストタッチ行こう。トレーニングの難易度。まあ、ハードで行こうぜ。なにこれ。クラの助っ人。ちょっと待って、一回切るわ。何これ。はい、ビールとトマトジュースを移動。この組み合わせはレッドアイ。いいね、レッドアイ。気づかれないように手伝う。クラノスケの動きは、何これ。うん、はいはい、ぐるぐる、沈黙、ひらめき、上機嫌。なるほど。でジャンプし始めたらステージクリア確定。30秒以内にエンターを170回以上エンターを。ちょっと待って、これわかった。うん、行くぞ。くぅ、レンタゲーかよ。あっと、あ、待って待って待って、なな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 な、しんどい。うらららららら、あ、間違えた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 、あ、だだ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 だ、死んだ死んだ、よしよし、ジャンプした、オッケーオッケー、疲れた、普通に疲れた、やった、やや物足りないけどか、普通の宝箱を開けられた、まさかの連打ゲーでした。はい、今回この辺で終わろう。うわー疲れた、ちょっと待って、狭間の世界戻ろう。あー疲れた、指がうんつ、普通に疲れたわ。まあ、この辺で終わろうか。では次回パート5行きましょう。パート5は宝箱の回収とかもしたいですね。うん、じゃあまあ今回は今回この辺で終わっとこうかな。ご視聴ありがとうございました。あまりね、ちょっと進展しなかった感じもあるのか、ないのかわからない感じですけども、まあ頑張っていきたいと思いますので、次回パート5も、どうぞこうご期待ということで、よろしくお願いします。で、ここまでご視聴ありがとうございました。お疲れ様です。